好ありさ。肌着にいないように。やっぱり膝の味を覚えたね。夜中にね、キャンキャンキュンキュンピヨピヨ鳴いてるからね、昼間遊ばせるの足りなかったかなと思って、ちょっと遊ばせてあげるかと思って、ゲージからまああのね、泣いてないタイミングで出してあげたんですけれど、そしたら真っ先に膝に乗ってきて、すやピコとね、すやピコしてんだよね、姉ちゃんの膝の上でね。寂しかったのか、膝で寝たかったのか、うん、味を占めました。姉ちゃんは足がしびれておりますと、痛いいいね。これからいっぱい膝で寝てね。おやすみ。